トラウアックはメキシコシティを構成する16の管轄区域の一つで東南部に位置する。現在も田園地帯が多く残っているが都市化の最中にあり、1960年代以来メキシコシティで人口増加率が最も高くなっている。都市化は主に北西部といくつかの大きな地区で起きた。南部と東部は今もかなりの農村地帯が保存されている。 土地の大部分はかつてジャルココとソチミルココが分岐する部分の固定であり、サンペドロ・トラウアックはコナカの島だった。今でも湖の一部と四本の主要な運河が残されている。都市化の影響で深刻な交通問題が引き起こされている。2012年にメキシコシティ地下鉄の12号線が開通し、トラウアック駅がその終点になった。ラゴデレエース・アステカス・トラウアックは メキシコシティの南東部に位置し、歴史的中心からは6 0トルほど離れている。イスタパラパ、ミルパールタ、ソチミルコに接し、また、メキコ州、バジェデ・チャルコと境をなす。面積は85.34平方キロメートルである。かつてのチャルコ湖とソチミルコ湖が分岐するところに位置しているが、スペイン人による征服以来、湖の大部分は干拓された。トラウアクの土地は、 かつての固定だった平坦な土地、かなり岩からなる丘、及びその中間の3種類に分けられる。北部のサンタカタリナ山地は小さな火山性の山地で標高が2800メートルあり、重要な耐水槽であるとともに、スプロール現象がイスタパラパからやってくるのを妨げる、働きをしている。南端の手ウトり火山は標高が2700メートルある。 土壌からの鉱物成分が多く、自然に流出する川がないため、現在の湖はいずれも奇水湖である。ラゴデレーエースアステカスは1.9ヘクタールの広さを持ち、多数の運河やチナンパを結びつけている。そち見るこのように多くのボートやレストランがあるわけではないが、自然の島や植物、今も穀物や野菜を生産しているチナンパを見ることができる。湿地は、 かつてのジャルココの名残で、寒気買う期間によって400から800ヘクタールの大きさを持つ環境保護地区である。メキシコ盆地に残されたわずかな湿地の一つで多数の渡り鳥がやってくるほか、ホリネズミ、スカンク、リス、ヘビ、コウモリなどが住む。主要な問題は、スプロール現象と環境問題である。トラウアックアとし化されたイスタパラパとヘンチのミルパン。 アルタの中間に位置し、農地から都市への変貌の途上にある。33.5%は都市化したが、66.5%は環境が保存されており、その多くは農地、残りは水面である。トラウアックの森は、かつてのゴミ捨て場を転換して2007年に開園した、公園で72ヘクタールを超える土地と人口の湖、多数の施設がある。 都市化に伴って交通渋滞が大きな問題になり、駐車場の不足は深刻である。大気汚染の多くはトラワック通りに由来する。運河と湖の水にもゴミと外来種の水蓮の侵略による汚染が見られる。20世紀後半に人口と世帯数は急速に増大した。国勢調査によると1960年に 人口は29,880人だったが、1980年に146,293人、1995年に255,891人、2010年に361,014人の住民がいる。1960から1970年代の人口増加率は7%を超えていた。その後4.5%にまで落ちたが、今も、 メキシコシティで最も人口の増加率が高い。主な要因は他の地域よりも土地が安いことである。トラウアックの人口密度は1ヘクタールあたり90人で、メキシコシティの平均である128人によりかなり少ない。しかし北西部では200人を超える場所もある。6から7万世帯が93の非合法な集落に住んでいる。その一部は保護地区内にあるが、 大部分は住宅地のサービス、例えば水道などの供給が許されていない場所にある。人口の80から90%には基本的サービスが行き渡っているものの、変地及び新しくてまだ安定していない地域では基本的サービスや交通、道路が存在しない。人口の70%は30歳未満だが、この割合は下がりつつある。サンペドロ・トラウアックの 教会界産アンドレスミスキックの死者の日の備え物、文化的に最も重要なコミュニティは、スペイン人の到来以前に成立した以下の7つの本来の町である。これらはチャルココとソチミルココの岸に位置している。今日これらのコミュニティはトラウアックで最も古い教会がある。イナおよびトラウアックによって重要な文化遺産とされるものには他に各地のチナンパとパルケデロスオリボスがある。 イベントとしては、死者の日が各地で祝われるが、特に、サンアンドレスミスキックのものが有名であり、メキシコ及び国外から数千人の観客を集める。トラウアックの街は、チャルココとソチミルココが交わる部分にある、小さな島の上に、父メカによって1222年に築かれ、湖の外側とは2つの包み道で結ばれていた。14世紀に、鉄パメカに征服され、 しばらく後に、アステカの支配下に入った。最初は、アスカポツァルコに、ついでてのチティトランに効能を行った。しばしば洪水にあったが、ナ南パ農業によってトウモロコシ、豆、唐辛子、トマト、カボチャ、花などの豊かな生産を行っていた。1499年の大洪水の後、堤防の建設によって二つの湖が分けられた。トラウアックは、 スペイン植民地時代にも農地であり続けた。湖の干拓は1555年に始まった。19世紀に至るまで交通は湖及び、運河の上の小舟による水上交通が主で、人々だけでなく、荷物特にメキシコシティ向けの農産物も運んだ。メキシコ独立革命の後、トラウアックはメヒコ州の一部になった。 1854年にメキシコ式連邦区が拡大し、1857年に当時ソチミルコ県に属していたトラウアックはその一部になった。19世紀後半にメキシコ式とチャルコ間を結ぶ蒸気船が通るようになった。メキシコ革命ではサンフアニスタヨパンでエミリアーノ・サパタとベヌスティアーノ・カランサが戦った。戦闘の後にトラウアックの人々は自治を望み、 1924年にソチミルコから分離してムニシピオとなった。1928年に連邦区が再構成され、現在のトラウアック区が成立した。しかしいくつかのエヒドコミュニティでメキコ州との境界についての争いがあり、区の境界は1994年になるまで定まらなかった。20世紀半ばにメキシコシティからのスプロール現象によって、特に イスタパラパに近い地域で農地が宅地に変化した。ありがとうございます。